アミヤさん、こんにちは。24日の朝にですね、愛知県、弥富市で、中学3年生の生徒が、同級生に、ナイフで刺されて、死亡してしまったということについてで、今回ね、それについて、取り上げていくんですけど、まあね、もうこの件についてはね、本当に、とても痛ましくて、まあ本当に、もう本当に二度とね、あってはならない事件だなって思いました。で、まあね、ちょっと記事を大まかに読んでいくと、24日の朝、愛知県弥富市の中学校で、3年生の男子生徒、14歳が、お腹の部分を、包丁で刺されて、死亡した事件で、まあね、その刺したね、やつっていうのは、現在逮捕されている、男子生徒、同い年の男子生徒ということで、で、まあね、その男子生徒がですね、刺した男子生徒が、警察の調べに対して、嫌な思いをしたと、そういうふうに供述しているということが、新たに分かったと。で、まあ、この事件は、24日午前、弥富市内の、中学校で、中学3年生の男子生徒が包丁されて死亡した。まあ、さっきも言ったようにそうですね。はい。で、まあ、それで、同い年で、同じ学年ですね。同じ学年で、別クラスの男子生徒が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたということです。で、翌朝ですね、まあ、その殺人の疑いで送検されたということです。で、これについて、警察の調べで、まあ、その刺した生徒っていうのは、まあね、やったことには間違いないと、容疑を認めているということですね。で、一方、事件のあった中学校では、翌朝に、まあ、教職員に、見舞われながら、まあね、生徒たちが、ね、登校して、で、まあ、朝の朝礼で、まあ、亡くなった生徒に黙祷が捧げられたと。で、まあ、中にはですね、まあ、テレビでもね、ちょっと見たんですけど、とてもね、悲しんでいるね、生徒がいたということですね。で、まあ、朝礼の中で、校長は、その全校生徒に対して、ネットや SNS で、まあ、無責任な書き込みをした記事を見て、辛くなることがあるかもしれません。学校でできることは何か考えて前に進んでいきたいと思いますと、まあ、そういうふうに呼びかけたということですね。まあね、まあ、中学生というのは、まあ、人によって生まれてきた環境とかはね、まあ、それぞれ違うのもあってですね。で、まあ、特にね、この時期っていうのは、子供から大人に向かっていく、本当にね、まさに真っ最中な時期で、まあ、人によっては体や、まあ、知識は大人の状態かもしれないけど、でもそれであってもやっぱりその心とか倫理とかね、幼かったりとか、やっぱりそれがね、中学の時期っていうのはすごいね、格差が激しくなってくると思うんで、それでね、いじめとか、争いっていうものがね、起こりやすくて、まあ、こういったような事件のように、それがね、影からしてしまうっていうね、まあそういったようなケースもね、あるっていうかね、まあそういう事件がね、起こりやすいっていうのもね、あると思いますね。まあね、まあ、僕もね、中学行ってた頃は、まあ、その学校でね、亡くなったりとか、大きな事件っていうのは、まあ、なんとかね、起こらなかったんですけど、まあ、本当はね、持ち込み禁止だったね、カッターナイフとか、まあ、そういったものをね、平気で持ってたりとかね、してたやつがいたりとか、あとはね、本当にいじめっていうのがね、当たり前のように起きていったりとか、
僕もね、当時、その複数人のやつから、いじめを受けていたっていうこともあったし、で、しかも、その割には、学歴がトップレベルのやつがね、たくさんいてですね、まあ、授業中とかね、なかなか本当に勉強がついていけないかった時がね、多くてですね、まあ、今から見たら、正直ね、まあね、以前の動画でも取り上げたように、コムドットみたいなね、まあ、そういったような奴らがね、集まるような感じで、学歴が高くても、倫理とか、道徳とかがね、欠けてしまってるような奴がね、ほんと多くてですね、僕としてはね、本当に一番苦手な奴が、本当に多かった学校でしたね。でも、その酷なね、中学校このね、まあ、その中のね、生活以外でも、まあ、当時ね、別の学校だったけど、同じ、ね、部活だった、ね、友達とかいたりとかね、まあ、そいつらとね、遊んだりとか、あと、僕ね、当時ね、一番アニメとかね、見てたんでね、まあ、そのアニメの中で、ちょっと前とかね、まあ、昔やってたものとか、まあ、そういったものから、最新のものとかね。まあ、当時ね、最新のものですね。まあ、当時今期でやってたアニメとかね。まあ、幅広く見てたっていうのもあるし。あとは、まあ、自転車でね、ちょっと遠いところまで行ったりとか、あとは、プールとかに行ったりとか、あとはね、まあ、鉄道を見たりとかね。まあ、その鉄道の、台を作ったりとかね、まあ、そういったのもね、あったりとかね。まあ、同じ時期に、まあ、ちょっと、余談言っちゃうけど、以前取り上げたようにね、三田線のね、延伸案とかね、まあ、そういうのもね、ちょっと考えていたりとかね、まあ、そういうのもありましたし、それなりのね、趣味を持って、まあ、それでね、リカバーして、まあ、陰キャラながらもね、なんとか、中学生活を乗り越えたっていうのはね、そういったようなね、感じでしたね。あと、僕の場合は、中学3年生の時点で、まあ、当時ね、14、5年くらいね、まあ、生きていた中で、まあ、合わせて3人ですね。まあ、そのうちはね、一人は、まだ赤ちゃんの頃だったんでね、まあ、ちょっと、はっきりわからない、覚えてないんですけど、親戚が、亡くなった様子を、まあ、多く見てるのもありましてですね、たくさんね、悲しんでる様子も見てきたんで、まあ、一人亡くなれば、まあ、どれだけのね、人が悲しい思いをするのかっていうのも、その場で、感じて、まあ、多く感じてね、分かったし、その亡くなった直後に、食事の時間になったら、いつも通り肉とか魚とか出るけど、やっぱりそれがね、一時期、その元となる、牛さんとか、豚さんとかね、鳥さんですらね、もう食べるのが、もう申し訳なくなるようなね、まあそんな時もありましたね。で、まあそれに対してですね、坂口彰みたいなね、外国ユーザーがね、本当に当たり前のように、去年からね、志村けんさんとか、あと岡江久美子さんとか、あと三浦春馬さんが亡くなった時に、まあそれをね、当たり前のように祝杯したり、もうその亡くなった方のね、親族になりすますような動画を、もうこれをね、当たり前のように出してるっていうことが、本当に迷惑で、
いかにバカバカしいことなのかさ、まあ、それが分かりますね。まあちょっとね、話は戻るんですけど、この逮捕された男子生徒っていうのは、ちょっとその細かい真相については、僕はね、ちょっとはっきりわからないけど、加害者側も、一応いじめにあっていたっていうことは、まあ、それは、まあ、話したんで、そういったようなね、辛かったことはね、あったんだろうと思うけど、人を、ね、殺して命を粗末にしたら、どれだけの人が悲しむのかっていうのをね、それが想像できなかったっていうことが、それがね、一番まずいんじゃないかとね、僕は思いますね。でもそれでおしまいするんじゃなくて、そういったような痛ましい事件を、もうね、なくすには、どうすればいいのかっていうのを、その事件がね、起きた学校だけではなくて、全国の学校の教育側が、教育委員会とかね、それも通じて、そういったようなね、対策を、ちゃんと考えて、見直すべきじゃないかとね、僕は思いますね。まあ僕もね、ちょっと、前ちらっと言ったように、定期テストや、できるだけね、トップクラスの、高校に進学するためのね、まあ簡単に言えば、成績で競い合うようなね、まあ、そういったような教育制度を、重要視するんじゃなくて、人としての倫理とか、あと道徳、まあ生きていく上で、まあ基本的なことを考えたりすることを、まあ、そういったことを重視したようなね、教育制度に、一刻でもね、早くね、見直す必要があるんじゃないかとね、思いますね。この事件が起きて、期末テスト、まあ、中学の場合は、まあ大体3学期制っていうのが多いと思うんですけど、それが延期っていうことね、なってるみたいだけど、はっきり言って、それどころじゃないでしょ。僕はそう思うよ。まあ例えばね、今回の事件だったら、ナイフを使って、まあ、人刺したけど、そのナイフみたいな刃物っていうのは、まあ、人間ね、生きていく上で、必ず必要になってくると思うんで、その正しい使い方っていうのを、できれば、まあ、小学生のうちにね、学んでほしいと思うんですけど、小学生だとね、まあ、早くしてね、まあ、料理する人もね、まあ、僕もね、一応、小学生にして、料理は一品ぐらいはね、作ったことはあるんですけど、やっぱそういう人ってね、なかなかそんなに多くないと思うんで、まあ仮に小学生のうちにね、学んだとしても、やっぱりそれって忘れることっていうのはね、多いと思うんで、やっぱり再度ね、自分で料理する機会がもう多くなってくる、中学生とか、まあ高校生ぐらいの時に、まあ、それの時でもね、ちゃんと、もう一回学ぶべきじゃないかとね、思いますね。まあ、刃物っていうのは、物を切る道具じゃないですか。まあ、人のね、皮っていうのも、まあ、そんなに硬くはないと思うんで、まあ、そこにね、刃を向けたら、まあ、切ってしまって、まあ、血が出るじゃないですか。まあ、それでね、深く刺せば、これ命に関わることにもなると思うんで、まあ、他の動物もね、同じようにね、まあ、命に関わるってこともあると思うんで、まあ、そういったね、刃物の正しい使い方っていうのを、まあ、授業で科目で言ったら、これ、道徳っていうよりも、これ、家庭科なのかな。やっぱそういった授業の中で、一番ね、その授業の中で、
本当に考えて、そこら辺に関しては、本当に慎重に学ぶべきじゃないかなって思いますね。まあ、あとはね、まあ、世の中とかね、心を広く見たり、なんかね、夢中になれるようなね、趣味をいくつか持つようにしてください。まあ、この刺した犯人っていうのは、まあ、過去にね、いじめがあって、まあ、その恨みでね、起こしたと思うんだけど、僕がね、さっき言ったように、中学校の中で、まあ、生活がね、どんなに過酷であっても、その趣味を持つことで、辛いこととかね、まあ、少し忘れるようになると思うし、やっぱりそれによって、この世の中はね、広いんだっていうことがね、分かったし、趣味を持つことで、中学でもういじめられたとしてもね、まあ、それがほんのね、ちっぽけなことだとね、まあ、そう感じるようにね、思いますよ。では、今回ね、刺されてしまって、亡くなってしまった、男子生徒に、ご冥福をお祈りいたします。では、今回はここまでしたいと思います。最後までありがとうございました。あよ、チャンネル登録よろしく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 し、登録しないとしく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 し、ピエンピエン、ほらピエンピエン、ほらピエンピエンになってしまうよ。ジョークです。